パリパリ。サクサク。じゃん、ラッキーキャット。乾杯。いただきます。で、チョロクバター。いただきます。いただきます。チーズの強い。うわ、むせる。辛い。ハロー、シルジャパン TV。今日は、じゃん。スパイシーなソースを手に入れたので、スパイシーソースを使って作る餃子の皮で簡単タコスと、それから、しゃぶしゃぶ餅で簡単ピザに挑戦していきたいと思います。こっちはメキシカンサルサソース、メキシカンホットソースで、こっちがシラチャホットソースで、タイのソース、タイとメキシコのスパイシーソースを使って挑戦していきます。それではクッキングスタート。フライパンにオリーブオイルを注ぎます。おろしにんにくを入れて、香りが出てきたらひき肉を入れていきます。ひき肉に火が通ってきたら調味料を加えていきます。まずは中濃ソースを入れます。次にトマトケチャップを入れます。次にカレー粉を入れます。スパイシーチリソースを入れます。ブラックペッパー、カイエンペッパーも入れます。続いて一味唐辛子、そしてここにメキシカンホットソース、そしてシラチャホットソース、タコス風ミートの出来上がり。今回はキャベツの千切りも使っていきます。キャベツの千切り完成。はい、じゃあ今度のメニューはじゃん、冷凍のえのきを使って作るえのきのカリカリ揚げを作っていきます。じゃん、こんな感じ。キノコは冷凍することで旨味がアップするので、冷凍保存しておくのもおすすめです。じゃあ凍ったまま、凍った状態でフライパンに入れていきます。こんな感じで食べたい分だけ使えるのもおすすめ。だしだを入れていきます。片栗粉、こんな感じで粉がまぶさったらサラダ油を入れて揚げ焼きをしていきます。餃子の皮から焼いていきます。はい、おお、いい感じ。うわうわー、いい色。えのきはもうだいたいいい感じ。うわ、こんがり。そしたらキッチンペーパーを引いたお皿にあげておきます。へい、うわー、おいしそう。そして続いて
で、しゃぶ餅は水につけてから焼いていきます。この時に離してね、離して焼きます。ここにピザのトッピングを乗せていきます。ケチャップ、ケチャマヨにして、そして冷凍のピーマンをちぎって乗せていきます。だいぶチーズが溶けてきました。このグリルで表面に焦げ目をつけていきます。じゃじゃーん、うわー、いい感じに焼き上がってる。もちピザも完成。餃子の皮がパリパリに焼けたら、ここに具を乗せていきます。千切りキャベツを乗せて、スパイシーソースをパリッとかけます。うん、こんな感じで簡単お手軽タコスの出来上がり。はい、ビールに合うおつまみ、今日はじゃん、じゃがりこ。今日はたらこバターで試してみようかな。で、その他にも最近もらって私がハマっている、じゃん、チートスのフラメンホット。これすごい辛いんだけど、こんな感じこれもちょっとやってみたいのと、じゃん、プチコーンスナック、3種類でやってみたいと思います。スライスチーズを置きます。そして、おお、美味しそう。これを3本、こんな感じで600ワットで1分加熱してみます。電子レンジから出てきたらこんな感じ。これを剥がして、で、熱いうちにここを3等分に切ります。続いて第2弾やっていきます。チートス、はい、最後はコーン。日本でいいよなんかたらこ唇みたい。チートスフラメホット、うわー、すごい色だね。これは見た目が可愛いね、なんか。はい、それじゃあ電子レンジから出来上がったお菓子がこんな感じ。すごいサクサク、チーズがふわふわ、プチコーン、チートスがこんな感じたらこバターのじゃがりこがこんな感じ。サクサクコーンから食べてみます。おいしい。あ、普通においしい。うん、これだけでも、うん、コーンのうまみが強くておいしいんだけど、うん、チーズの塩気が加わってよりリッチなスナックになった感じ。じゃあ続いてたらこバター、いただきます。うん、旨味がぎっしり濃厚これ3本じゃなくて6本できたかも。そして最後はじゃん、スパイシーがマイルドになるかどうか、いただきます。チーズの強い、うわ、むせる、辛い、チーズがすごい強い。でもこれは、なんか塩気が強くなった感じ、チーズを足した分。ちょっと味変には面白いアイディアかなって感じで、しかも600ワットで1分だからすぐできるしね。楽しく挑戦することができました。じゃあ次のメニューに進みます。じゃじゃん、うわー、どれも美味しそうだし、すごい簡単にできるメニューばっかり。はい、じゃあいよいよスパイシーの
おうち飲みメニューができました。で今日のビールはじゃん、ラッキーキャット、オープン、ヒアウィーゴー。美味しそう、乾杯。美味しい、えのきのサクサク揚げ、すごいパリパリ。いただきます。サクサク、美味しい。なんかえのきとは思えないようなスナック菓子のような美味しさ。手軽にできるしヘルシーだし、突然の来客にも おすすめ。タコス、いただきます。これボリュームだね。 Here we go。 これも餃子の皮がパリッパリでスパイシーだけどすごい後を引く美味しさ。もちピザパリパリ、いただきます。餅なのでミヨーンって、すごい食べやすくてスナックには最適。では本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。